剣と魔法のログレス、イニシエの女神、聖書イベント、追い込みお疲れ様でした。12時ちょっと前にね、入り直して、1時ぐらいまで粘ってみたんだけれども、マナドロップガチャ爆死でした。どうも、イゴです。疲れました。いやー、みんなもね、お疲れっす。マジお疲れ。結構ずっと粘ってる人いたよね。うん、いつ行ってもさ誰かしらいたもんね。いや俺もずっといたけれどもダメだったね今回ね。もう素材も取り切っちゃってどうしようっていう感じなんだけれども、もういやーこのドロップガチャはね毎回毎回辛いよね。前回ねなんとかね火のマナーは取ったからいいかなとは思うんだけれども、取れてない人もいるからさちょっとねかわいそうだなと思うよね。あとさ期間がね短すぎんだよね。1週間しかないじゃん。これも2週間にしてほしいマジで。うん、全然足んないよ。本当にねこれね常設にしてほしいぐらいだよね。俺もうずっと勝っていたいよ。まあ個人的にはね他のゲームとかでドロップがあると俺ずっと勝ってますね。うん、ずっと勝ってるよ。なんで聖書系のまあドロップもそうだけれども他のなんかイベントとかでもドロップはね俺あった方がいいと思うんだよね。俺ずっと勝ってられるもん。あともうさドロップがあったらさオークション欲しいよね。うん、武器のさそのオークションはささすがにまずいと思うから、うん、なくていいんだけれども、ドロップアイテムのオークションは俺あってもいいと思うんだよね。それで魔晶石使うとかさそういうのは俺全然ありだと思うんだけど、武器はさすがにさガチャとかね無課金の人もいるからそれはそれでどうなのってなっちゃうから、うん、やっぱりドロップ系をオークションに出してっていうのは俺的には全然ありかな。うん、それでね、まあ、魔晶石を、うん、ゲットできるっつんだったら俺ハマる人多いと思うんだよねこのゲーム。まあ、何はともあれねログレスにおける魔晶石のさ優勝の魔晶石と無料の魔晶石の使い分けを、まあ、こういうオークションとかでやってほしいなと思うんだよね。作ってほしいんだよねああいうのね。うん、有料の魔晶石とさ無料の魔晶石のさ違いが全くないじゃん今。うん、あれをねどうにかしてほしいよね。優勝の魔晶石であれば11連ガチャにするとかさそういうのはやってほしいよね最低限ね。うん、全く違いがないからさちょっとね悲しいよねやっててね。いやでもね今週はねとても充実しましたね。ドロップ系大好きなんで、まあ、こういうイベントはね、まあ、どんどん、増やしていってほしいなと思いますね私はね。他の人はどうだかわからないけど私はこういうのが大好きなのでもうぜひね追加してほしいなって思います。あと期間がすごく短すぎるんでせめて2週間にしてマジで。1週間はね辛い、7日は辛いっす。そんなわけでね、これからもログレスを楽しんでいきたいのでもうぜひね運営さんもね私の動画ちょっと見てもらって、はい、まあ、お問い合わせしますから、はい、よろしくお願いします。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。